はい、ということで、皆さん、長く全8回ですね、実用的な日常生活を可能にする応用動作練習、講義、お付き合いいただきましてありがとうございました。全8回、これで終わりさせていただきたいと思います。よし、終わり。カット。お疲れ様でした。お疲れ様でした。噛んでましたね。ちょっとね、最後ね、感無量になりましてですね。はい、今、無事、全8回の講習会終わりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなか山あり谷ありでね、スライドがなかなか間に合わないとかですね、結構大変な状況の中でやってきましたけども、無事終わることができました。はい、ということで、2020年、今日でこれが最後、今日最後ですね。そうですね。ね、最後の講習会で、来年もまたこんな感じで、今年はコロナでね、まさかのオンライン講習会になっちゃいましたけど、来年もオンライン講習会の方で、我々のですね、いろんな講義を皆さんにお届けしたいなと思っております。で、大変だったね、ちょっと本当に。まあでもね、そのおかげで何ですか、結構地方の方が結構ね、オンそうラですイン講ね、習会、はい。ね、地方の方とか、あとどう、子育て世代の方も、ママさんたちもね、パパパパさんさんも、も、普段ちょっとなかなか土日に講習会行けないけど、オンラインだと参加しやすいって言ってくださってる方も結構いて、まあ、そういう人たちのニーズにも応えられたし、それから結構地方の方もね、たくさん参加してくださってるんで、オンライン講習会って、まあそれはそれで結構いいななんて思いながら、やってきました。で、来年も実技講習会ができれば、実技講習会ももちろんやっていくんですけど、オンライン講習会の方も引き続きですね、やっていこうと思ってますので、ぜひ皆さんまた参加してください。で、来年は早々に江原さんが、そうですね。はい、よくわかる検査値ということで、1月16日から、スタートさせてもらいますので、こちらの方もぜひよろしくお願いします。3つの、でできるる限り。限り。そうですね。ね、3楽つしい。の蜜をパクらせてもらいました。だからあんまりパクってるような感じはしないけど、できる限り。分かりやすくというところで行っていきますので、はい、よろしくお願いします。はい、それからあとは2月だっけ？戦略をや戦り略まやるすのかな。か？リハビリテーションのですね、ゴール設定、患者さんのケーススタディなんかを入れながら、どういう目的設定、ゴール設定で、どんなふうに治療プランをですね、作っていったらいいのかっていうところの、講習会もやっていこうと思ってますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。いろいろとあった1年間、大変だった。ぎっくり腰。リカちゃん、そう、この講習会のですね、最中にリカちゃんぎっくり腰になりましてですね、もう全く動けなくて、そのぎっくり腰やった瞬間がまさに、この講習会の準備してる時だった。しばらくこのまま動けなくなって、30分ぐらい、なんかこう何か下にあるものを取ろうとして、このまま30分身動き取れなくなって、ぎっくり腰、これもなんかシリーズでやってもいいかも。そう、なんかおいすろすめいでろすいろか？気づきましたね。なんかあ、患そう。者さんの気持ちとか、なんか、高齢者がああいう姿勢を取るのはこういうことかとか。もうまさに歩き方がおばあおちゃばあんみちゃたいな歩きん、方だっもうおばあちゃん、おばあちゃんあるし。て。ねえ、なので、そう、大変だったね、ぎっくり腰ね。はい。ただ俺も今年はね、風邪ひかなかったね。やっぱコロナウイルスにすごく注意してたせいか、必ず風邪をね、毎回ひいて、すごい絶不調の中で講習会とかやった記あり憶ましがたね。あったよね。江原さん、なんか今年重大事件ってありました？いや、もう本当に今年は逆に何もなく、むしろなんかこう家族とゆっくり過ごせない一年よだなっかていっうた。感じがありましたね。まあね、江原さんね、お子さん生まれた時にも講習会やってたもんね。
ね、ね、ね、はい、ね、はい、ということで来年もねちょっといろいろと頑張ってでいろんな企画ちょっと練ってるんでぜひ楽しみにしててください。はい、ということで BMT チャンネル今日もご覧いただきましてありがとうございました。良いお年を。来年もよろしくお願いします。